シーダーさんの戦いは南北戦争の北バージニア方面作戦の初戦として1862年8月9日にバージニア州カルペパー軍で起こった戦闘である。ナサニエル・バンクス少将の指揮する北軍がシーダーさんの近くでストーンウォール・ジャクソン少将の指揮する南軍を攻撃した。南軍はバージニア州中部に北軍が進行するのを食い止める。 ためにカルペパーコートハウスに進軍していた。戦闘の初期段階では南軍が戦場から追い出されかかったが、その反撃で北軍の前線を破り、南軍勝利となった。6月26日、北軍ジョン・ポープ少将が新しく設定された、バージニア軍の指揮官に据えられた。ポープはその軍を北、バージニアを横切る、円弧状に配置した。その右翼は、 フランツ・シー・ゲル少将の指揮で、ブルーリッジ山脈のスペリービルに廃人し、中央はナサニエル・バンクス少将の指揮で、リトル・ワシントンにおり、左翼はアービン・マクドウェル少将の指揮で、ラッパ・ハノック・川沿い・ファルマスにあった。バンクス軍団の一部、サミューエル・クローフォード巡将の旅団と、ジョン・ P ・ハッチ巡将の旧兵隊は、北軍前線の20マイル前、カルペパー・コートハウスに置かれていた。 南軍ドバートイーリー将軍は、ポープ軍の配置に反応して、7月13日に、ストーンウォール・ジャクソン少将に1万4000名の部隊をつけて、ゴードンスビルに派遣した。ジャクソン隊には、後の7月27日に、AP ヒル少将の師団1万名が補強された。8月6日、ポープは、ゴードンスビルの鉄道結接点ダッシュを目指して、その軍隊を、 南のカルペパー軍に進めた。これは、バージニア半島から撤退するジョージ・マクレラン少将の軍隊から南軍の注意をそらす意図があった。ジャクソンはこの脅威に対して、バージニア軍全軍がゴードンスビルの南軍に退治する前に、ポープ軍の前衛であるバンクス隊を攻撃するという攻撃的な策を選んだ。バンクス隊を破れば、ゴードンスビルから26マイル北にあって、 北バージニアにおける北軍援護の焦点であるカルペパーコートハウスに移動し、ポープ軍が一体にならないようにしておけると期待した。こうすれば、ジャクソンがバレー方面作戦で行ったように、北軍軍団と個別に戦って撃破できると考えられた。ジャクソンは8月7日にカルペパーに向けて出発した。ビバリー・ロバートソン殉賞の騎兵隊が先遣隊として送られ、 ラピダン側の浅瀬を守る北軍機兵隊を片付け、南軍が北へ向かうときに、左側面の脅威となるマディソンコートハウスを占領することとされた。ロバートソンは8月8日にこの任務を簡単に片付けた。ジャクソン軍のカルペパーコートハウスへの進軍は、8月初旬のバージニアにおける厳しい熱波で遅らされ、ジャクソンの性格としてその作戦を秘密にしておいたので、 その配下の師団長たちは、正確な進行経路について混乱させられた。このような状況で、ジャクソン軍の戦闘は8月8日の夜までにわずか8マイル、進んだだけだった。北軍の機兵隊はロバートソンによって、簡単に駆逐されてはいたが、すぐに、ポープのところに戻り、南軍の進行について警告した。ポープがこれに反応して、シーゲルには、 カルペパーコートハウスへ向かいバンクス隊を支援すること。バンクスにはカルペパーコートハウスの7マイル南にあるシーダーランの上の尾根で防御線を張るよう命令した。8月9日の朝、ジャクソン軍はラピダン川を渡ってカルペパー軍に入り、戦闘はリチャード・イーウェル少将士団、続いてチャールズ s ・ s ワインダー准将士団、公営は AP ・ヒル少将の士団となっていた。 イーウェル師団の前衛である、ジュバル・アーリー潤将旅団が、正午少し前にシーダー山のすぐ北西、シーダーランの上の尾根を占領している北軍の、騎兵隊と砲兵隊に遭遇した。アーリーがその大砲を持ち出し、両軍の間に砲撃戦が開始される中で、アーリーの不評隊が、カルペパー・オレンジ・ターンパイクの東側、シーダーランの対岸にある高地に戦列を形成した。 イーウェル師団の残りが到着して、山の北斜面に右側面を置き、尾根の上にその六門の大砲を据えた。ワインダーの師団は、アーリー旅団の左手、タンパイクの西側に、ウィリアム・タリア・フェール巡将の旅団が、アーリー旅団に一番近く、トマス・エース・ガーネット大佐の旅団は、南軍の最左翼、森の外れの小麦畑に配された。ワインダーの砲兵隊が、 師団の間にある道路の隙間を埋め、チャールズ・アール・ロナルド大佐のストーンウォール旅団が、大砲の背後で支援するように配された。AP ヒル師団はまだターンパイク上を行軍中であり、南軍左翼の予備隊となるよう命令された。北軍は、シーダーランの上の尾根に前線を敷き、サミュエル・クローフォード准将の旅団が、 南軍のガーネット旅団と向かい合う右翼となり、クリストファー・シー・オーガー巡賞の師団は、ターンパイクの東で左翼となった。ジョン・ギアリー巡将旅団が、ターンパイクに接し、タリア・フェーロ旅団と向かい合い、ヘンリー・プリンス巡将旅団は、左翼でイーウェルと対峙した。ジョージ・エス・グリーン巡将旅団は、後方で、予備隊とされた。午後5時少し前、砲撃戦が衰え始めた時に、 ワインダー潤将が砲弾の破片で致命傷を負って倒れた。戦場のワインダー隊の配置はまだ完成していなかった。ガーネットの旅団は南軍の主力前線から孤立しその側面は森であって危険な状態だった。ストーンウォール旅団はこれを支援するために向かうはずだったが、砲兵隊の背後半マイルに止まっていた。ワインダー師団の統率が適切に収まる前に、 北軍の攻撃が始まった。ギアリーとプリンスの部隊が南軍右翼に対して送られた。北軍の前進は迅速であり、南軍の前線を破る恐れが出てきたので、アーリーはその部隊を指揮していたシーダーさんから前線に早かけで降りてくることになった。アーリーが現れて前線を安定させ、南軍の速射によって南軍右翼への北軍の前進が止まった。左翼では、 クローフォード隊が一個旅団を直接南軍の前線に向かわせ、もう一つの旅団を森を抜けて側面攻撃に向かわせ、ワインダー師団を攻撃した。北軍は森の中から直接第一バージニア連隊の側面に現れ、第一バージニア連隊は二面からの攻撃という圧力を受けて破れ交代した。北軍はその戦線が整うのも待たず前進を続け、 第42バージニア連隊の側面に回り込んだので、タリアフェーロ旅団や、砲兵隊の後方に出てきた。ジャクソンはその砲兵隊が捕獲される前に交代を命じたが、タリアフェーロ隊とアーリー隊の左翼が、北軍の前進で激しい打撃を受け崩れそうになった。まさにこの下級の時に、ジャクソンが戦場のその場所に、馬で乗り入れ、兵士をこぶし、 ついに以前に指揮をしていたストーンウォール旅団を前線の補強に呼び寄せた。ジャクソンはそこの部隊を元気づける意図でその剣を振りかざそうとした。しかし、剣を抜くことが滅多に起きていなかったために鞘の中で錆びついており、抜くことができなかった。ジャクソンは昼まず鞘ごと剣を頭上で振り回した。続いて交代する機種から戦闘機をつかみ取り、兵士たちに 彼の周りに集まるよう叫んだ。ストーンウォール旅団が、その指揮官のコブに応え、伸びきって後続がいなかった北軍に攻撃をかけ、撃退した。その旅団は後退する北軍の追撃に、熱中したあまり、気づいた時は、味方前線より前に出て後続がいない状態だった。北軍は体勢を立て直して攻撃し、第4及び、第25バージニア連隊を後退させたが、 ストーンウォール旅団の行動で、南軍は体制を立て直す時間が取れ、AP ヒル師団が到着して、ワインダーの破壊された連隊の穴を埋めた。ジャクソンは、ヒルとイーウェルに前進を命じた。北軍右翼がすぐに崩壊した。大砲を黙らせるために手間取ったイーウェル隊は遅れたが、北軍左翼は、クローフォード隊の交代を見て動揺し、ついには、 南軍アイザック・アールト・トリンブル順将旅団によるシーダーさんを駆け降りる突撃に破られた。北軍はクリーンの予備旅団を支援に持ち出したにもかかわらず、午後7時までに総退却となった。バンクスはその砲兵隊の退却を援護する最後のドタンバクとして、騎兵二個大隊を南軍前線に送った。彼らは道のフェンス背後に陣取った。 南軍不評隊から破壊的な一斉射撃を受けることになり、174名中わずか71名だけが逃げ押せた。南軍の不評隊とウィリアム・イ、e、ー・ジョーンズ巡将の第7バージニア機兵隊が激しく退却する北軍を追撃し、北軍前線の1マイル後方の作戦本部にいたバンクスとポープを捕獲寸前まで迫った。一マイル半の追撃の後、ジャクソンは、 暗闇が深くなって疲れてきており、また、ポープ軍の残りがどこにいるかも分かっていなかった。最終的に第7バージニア連隊に捕まった数人の北軍不評が、ポープがシーゲル隊をバンクス隊の補強に呼び寄せていることを伝えた。その結果、ジャクソンは追撃を中止し、午後10時頃に戦闘は終わった。ジャクソンは、 山の西斜面シーダーランの南に置いた陣地に2日間、止まり、北軍の攻撃を待ったがそれはついに来なかった。最後は、ポープ軍全軍が8月12日にカルペパー、コートハウスに到着したという知らせが入り、ジャクソンは、ゴードンスビルに戻ってラピダン川背後にあるより、防御力の強い陣地に入った。ジャクソンは、天候と配下の師団長たちとの意思疎通に欠けていた、ために、 この戦闘で主導権を取れなかった。バレエから同じように慎重な敵と遭遇することを予測していたので吸収されて戦場から駆逐されかかるところまで行った。戦闘の最も重要な場面における南軍指揮官の優れた行動とヒル師団のタイミング良い到着によって敗北を免れ、最後は勢力的優勢さによって北軍を戦場から駆逐した。 国軍ではバンクスがバレーでジャクソンに完璧に敗れたことがあり、以前の損失を補うことを絶望していた。強固な陣地で防御的な戦闘を行うよりも、ポープ軍の残りが到着するまでの時間を稼ぐために、バンクスは勢力で2対1と負けていたにもかかわらず、ジャクソン軍の前線が揃う前に主導権を取って攻撃することにした。 この大胆な動きはもう少しで成功するところだったが、最後は以前からの敵にまた敗北することになった。ジャクソンに締まりの内大敗北を喫したことで、北軍総司令官ヘンリー・ハルックは危遇の念を抱くようになり、ポープ軍のゴードンスビル進攻を中止させた。それによってリーは北バージニア方面作戦での主導権を握れた。この戦闘でバージニア州における戦いは、 実質的にバージニア半島から北バージニアに移った。ありがとうございます。